ニコラオ・マヌエル・ドゥミトルカルドーソはイタリアとスウェーデン、ルーマニア、ブラジルのサッカー選手。ポジションは FW。ストックホルム県落下の生まれで1998年にエンポリに移住。2005年にエンポリ FC の下部組織に加入。2008年9月にセリエ B で出場し、選手デビューとなった。2010年8月31日。 セリエ A の SSC ナポリに18歳11ヶ月で完全一席。同シーズンにセリエ A で9試合にしたもののトップチームのレギュラーに割って入ることはできなかった。2011年7月20日にセリエ B のエンポリに1シーズンの期限付き移籍で復帰。復帰後初出場となった第一節で選手初得点を記録した。2012年7月23日に セリエ B のテルナーナカルチョに1シーズンの期限付き移籍。しかし2013年1月31日付で期限付き移籍が解除となり、同日に同じくセリエ B の AS チッタデッラに期限付き移籍した。2014年1月にセリエ B のレチーナカルチョに期限付き移籍。同年8月13日にギリシャスーパーリーグのベリア、FC に1年の期限付き移籍。 24日の開幕節で遺跡後初出場を記録すると遺跡後初得点も記録した。9月13日に挙げた2得点目を彼はオラシオカルドーソによる人種差別的な侮辱発言の被害者に向けて捧げた。ベリアのメンバーがこの事件を報告したことによってキリシャサッカー連盟はカルドーソを召喚し詳しい説明を要求したが、 結局は証拠不十分によりカルドーソは有罪とならなかった。その後、セリエ B の US ラティーナカルチョに期限付き移籍した。2016年8月30日にフットボールリーグチャンピオンシップのノッティンガムフォレスト FC に1年の期限付き移籍で加入。12月30日に移籍後初得点を記録した。二千十七年八月一日に二年契約で、 セグンダ・ディビシオンの AD、アルコルコンに完全移籍。翌年1月11日には、同リーグのジムナスティック・タラゴナに完全移籍した。2019年2月5日、セリエ B の AS リボルノカルチョに完全移籍。2019年7月25日に、リーガ1の CS ガズメタをメディア主に2年契約で、完全移籍。2021年1月14日に2年。 延長オープション付きの単年契約で、K リーグのスイバラサムスン・ブルーイングスに完全移籍。代表としては出生国のスウェーデン、父の母国であるルーマニア、母の母国であるブラジル、幼少の頃に移住した先であるイタリアの4カ国で出場する権利がある。年代別代表としては、イタリア代表として UEFAU-19。 欧州選手権2010に出場した経験がある。ストックホルム県落下で、ルーマニア人の父とアフリカ系ブラジル人の母の間に生まれたが、1998年にエンポリに移住した。後にイタリアに帰化しているが、ルーマニア語も堪能である。ありがとうございます。